ガクガシャコンもない。スープ缶ねー、くっそー。上はやめてくれ、上は。あ、ハーモニカ来た。まあ、ちょっとこれは良かったね。ハーモニカでね、なんかボートを撃退できる可能性ありますから。町には汚染されたゴミがあるので、気をつけながら宝探しに行った。そして嬉しいことに小鼓を発見した。きっと中身は役に立つものだろう。まあ、食べ物が良かったけど、水あるから、いくらでも水は飲ませてやるよ。うん、水は飲ませてやる。この核シェルターの設計者は天才だが、緑色の液体が漏れてると。これはガイドブックで直りますと。ガシャコン！よし！食べろ！食べろ！食べろ！ナイス！あー、一個！あ、病気！まだほっといていいな、これ。病気か。まあ、でもちょっとマシか。やった！問題解決だ！漏れも止まったし、シェルターは元通りになった。テッドが帰ってきて、え？あ、まだまだ。何も手に入らないまま、アイテム探しの探索が終わりそうになったが、探していないところがあるのに気がついた。隣人のゴミ箱だ。運よくお隣さんが廃棄していた未開封のスープを見つけたので、ほら見ろ、今頃シェルターで捨てたことをきっと後悔しているだろう。いつも綺麗にしていた庭もあんなみっともない状態になっている。余計に辛いに違いないと。お隣さんととにかく仲悪いんだよ、なんか。この家、この家。ゴミ箱の中に水が入っている瓶を見つけた。この世に水を捨てる人がいるなんて、拾ったものは、自分のものだ。まあな、まんとまあ皮肉な光景だ。臭いゴミの上にガスマスクが置いてある。おー、まあ結構頑張ったかな。次はじゃあここら辺にしようかな。病気になっちゃったけどね、ざまあみろって言いながら。病気、喉からから空腹上。また行かなきゃな。病気はまだ大丈夫なんで治しません。ドロレスは体調がいいらしい。現状は厳しい。他のシェルターに押し入りさえすれば状況は変わるだろう。隣のシェルターは爆弾が落ちる前に物資の中に用意していたが、鍵は壊れてかかっていない。見に行ってみてはどうだろう。持ち主たちはシェルターにたどり着かなかったかもしれない。これあれですね、自分たちが悪いことをするっていうやつなんですけど、勝つためにはね、やるしかないんだよ、俺は。家族を守るためなんだ。家族、もうちょっと、めっちゃ銃撃戦の音鳴ってる。大丈夫か？めっちゃ水！いや、水じゃなくてスープなんだ。ほらほら。なんか悪いことすると、こういう手形のがつくんですよね。やっちまったよ。お父さんやったんだろうな。家族のためにしなければならない。買ったことをしただけだ。どうしても必要だったんだ。このことを口にするのはもうやめよう。スープについて話さないか。スープねえんだ。水ばっか。もうこうなったらちょっと水はもう与えていこうか。うん。めちゃくちゃあるもんね、水。うん、乾いてないんだな。ドロレスさん、ガスマスク、ここだな。あと2日ぐらいで一応病気治そうかな。パパ死んだら、このタイミングでパパ死んだら終わるから。喉からから、喉からから。頑張ってくれ。いや、もう病気治しとくか。もう病気治しとこうか。怖いしね。大丈夫だとは思うけど。ん？訪問セールスマンがシェルターにやってきた。彼のことは、薬剤前から知っている。チラシの束を持ってアストロシチズンとかいうものに加入しないかと勧誘してきたが断った。今度は物資を求め、その代わり国家機密を教えてくれるという。ちょっと水多いからやってみるか。なんだそのアストロミシズンみたいなやつは。スープ缶と変えてくれ。スープねえよ。脱水症状になった。早いな、脱水症状なんの。太っ腹な我々は物資を分けた。彼はアメリカが軌道上に正常な宇宙ステーションを所有していると説得してきた。むしろ説得されてしまった。その男によると爆弾が投下された時に爆発したというのだ。なんと虫のいい話だ。正常な宇宙ステーション？冗談もほどほどにしてほしい。腹が減っては喉が渇いているあまり脳がいたずらを働くようになったのだろう。本当にあんのかね？待ってこれ。この二つのミッションだけなんだな。水はあるから、水あるというか水は盗んできたからね。お、あ、雲だ！
シェルターの外を覗いた瞬間、死を覚悟した。巨大なおぞましい雲がドアに迫ってきたのだ。しかし、その後、聞き覚えのある声が聞こえてきた。あー！弾薬を分け与えた、雲狩りのスナイパーのお姉さん。あの銃を持った女性だ。我々が渡したアイテムのおかげで雲を追いかけ、飼い慣らすことに成功したのだ。彼女から美味しい食料をいただいたのだが、これが雲ではないということは我々の誰にもわからない。食べ物もらった？増えた？なんか プラスとか出てないけど。いや、食べ物もらってねえじゃん。なんかバグってんじゃん、これ絶対。食べ物もらってません、私。くそー。食べ物。日に日に状況悪くなっている。飢えや絶望感はみんなの目を見ればわかる。爆弾が落とされた時に多くの子供たちを救った地元の先生がいる。学校のシェルターにはコミュニティが、扱う緊急物資が用意されていることも知っている。我々にもらえる権利があるのでは。我々のものだと主張するべきではないか。行くしかねえ。食べ物がねえんだ、子供たちのために。なんか銃撃音がした。食べ物来い。食べ物！水ばかり増える。なんでや、悪いことしたからか。食べ物くれよ、食べ物。チェス。そこへ向かって物を奪って戻ってきた。きっと彼らも生き残るだろう。なんか水めっちゃ増えたけど、水増えたっていう表示なんかされてないな。よくわからんけど、水はとにかく飲もう。おう、この小さなシェルターではあまりすることがない。退屈を乗り越えなければな、シェルターを出たくなってしまうだろう。やることを見つけなくては。まあ、チェスで遊ぼう。半分しか駒ないけど。帰ってきた。タイムの声。よっしゃー、生き残れ。あれ、なんかドローレス？ドローレスなんかちょっとツヤっぽいな、これ。かわいいね、これ。このリボンがかわいいですね。さすがママ。ヒゲがたくましいね、これ。ね、ほんとに。まさにぬいぐるみのテッドみたいになってきてるからね。このね、悪いことをしたじゃないですか。これとか、この赤い印。で、この赤い、なんかこの木こりみたいなやつとか。こういうのが、増えていくんだけど、悪いことをすると、やっぱ悪いことが返ってきて、ま、外の治安が悪くなるんですよね、このゲーム。で、外の治安が悪くなったら、ボートが攻めてきたりとか、外出た時の生存確率がすごい下がるんだけど、俺もうね、これ外出なくて多分大丈夫だと思うんですよね。チェッカー、一杯のコーヒー、そして新聞は1950年代の男の必須アイテムだった。ここにはコーヒーはなく、新聞配達の少年は、爆発でひどい目に遭っただろう。だが、チェッカーがあるじゃないか。このなんか、このゲームというか、このモードって武器は持たない、我々は暴力を好まないみたいな始まりだったのに、めっちゃしてるもんね、今。ドロレス帰ってきて、全部持って帰ってきた。スーパーに行くことは簡単ではなくなってしまった。荒くれ者がスーパーを占領し、近隣で略奪を幅を利かせているのだ。よくあるやつ。だが、警備に当たる人数を増やすことはできないのだろう。所持品を盗むことが現実的に思えてきた。試す価値はある。スープ缶。スタッフルームに水6個。スーパー強いね。スーパーここにあんのかな？覚えておいたら意味あるかしら。お、にしよう。一応ね、外行かないけどね。水がとにかくめっちゃあるから、もうなんか体調崩す前に飲ましてもいいかもしれん。30、あと12日でしょ？いや、もう行く必要ないよ。あ？壁が迫ってきてないか？封を刻む、ごとに、この部屋が小さくなっているのか。出なければ開けてくれとは、ダメ、開けちゃ！放射能で病気になったらダメ。お前の気のせいだ。あー、パパがこの手になったレトルトさんの手になった。まずいな、発狂してしまいましたね。まあこれは仕方ない。ドアを開けなかったのは正しい選択だった。だが空気は張り詰められている。まあ最悪パパいなくなっても、発狂で飛び出していなくなったとしても、いなくなったとしても、ドロレスがいれば子供2人守れるから。行かない。我々が唯一読み切った本、電話帳について話し合おうとすると、ドアを叩く音に、遮られた。我々同様、あの爆発から生き延びた避難者の一団だ。状態は彼らの方が悪い。水、食料、医療品を分けてもらえないかという話になった。水分けましょう。外から盗んできた水だけど、水はいっぱいあるから。
発狂治った、人助けで発狂が治りました。いいことするもんです。その前に悪いことしたけど。彼らは感謝の言葉を探しあぐねていた。多くの涙を流し、笑い、抱擁を交わし、我々の無事を祈った。やはり人助けはいいものだ。この町の廃墟の中に、避難場所を見つけるべくまた出発するようだ。うまくいくことを祈ろう。お、40日避難予定まで あと10日。それまで問題なく耐えられればいいが、あと少しだ。そもそも武器なしでどうやってここまで身を守ることができたのだろう。身を守るどころか攻めていったもんね。最近あんまボートが来なくてちょっと助かってるな。うん、状態良くするために水は早めにもあげよう。あと10日で終わるわけだから。うん、家族全員生き残れるぞ。不測の事件とは何とも予測がたいものだかものだ。だから不測というわけだが、要するに今起きていることへの、心構えは全くできてなかったということである。何の意味もないイベントでした。41日目、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃないか。これこの状況下で過去を懐かしんでばかりはいられない。現在と未来のことを考えながら進むしか道はないのだ。水を与える、食べ物も食べちゃう、大丈夫。今が朝なのか夜なのかもわからない以上、睡眠習慣は極めて不規則になっている。電球は全くの役立たずだ。取り替えることもできないなんて、打開策を見つけなければ。ちょっと発狂とかすんだよな、こういうので狂っちゃうんだよな。まあ、こんなとこにね、外の光も浴びずに、ちょっと疲れ、もう疲れてる、これこれも疲れてるもの。パパはちょっと精神状態がよろしくないね、これ。眠れないことは気にせずに、とりあえず 2,3 時間眠ってみようとしたのだが、ダメだったと。余計疲れちゃったと。まあ、ただもうちょっとだから、パパ。もうちょっとだから頑張って。飢えてる。いける。あー、ドロレスが外から戻ってきた時、足に小さな引っかき傷があった。その時は大した傷のようには見えなかったが、今ではひどいことになっている。足を失うなんてことになってしまった。大変だ、なんとかしないとってなんだけども、なんともできないんだよな。持ってくれ。あー、病気やばい。ナメック星人みたいになってるよ、これ。これで発狂で出てって、病気で死んでが同時に起きたら、このゲーム終わっちゃうね。可能した傷に対して何もしなかった。ご先祖様は医薬に頼らなくても生きていけたのだ。どうして医者の言うことなんて聞かなければならないんだ。ドロレスの体調は悪化してしまったようだ。本当だよ、老人みたいな感じじゃん、医者嫌いのさ。よし、どっちみっちゃえ。43、大丈夫だ。状況を良くするためにちょっとこれ、ここでテコ入れだ。全部渡す。今日非常に奇妙な人と出会った。手が3つあるという一見変わった彼である。一見じゃないよ。そんな彼から仲間に関する話を聞いた。相手も探そうとしてもこの見た目で大変らしい。人々はまず、攻撃を仕掛けてから質問するのだという。そして彼は話を続けた。もしアイテムを分けてもらえば、次の探索時に安全なシェルターへ戻れるように、護衛してくれるという。まあこれやんなくてもいいと言えばいいんだけど、まあ水があるし、発狂が治ったりするから、可能性もあるから、やりましょう。シュ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 って落とした。発狂治らず、病気治らず。条件を飲むと、彼は突然友好的になった。条件は、そこまでこちらの負担でもないし、次探索へ行くときに安全にシェルターへ戻ってこられると思うと安心して眠ることができる。これあれ確かね、外行ったときとかに、なんか危なかったときでも、三つの手がある人が守ってくれたりとか、ボートが攻めてきたときも、あの人がね、助けてくれたりするみたいなイベントが確かあったはずなんで、それで一回分守れるんだとしたら結構美味しいから、うん、悪くないイベントだった。え？地図をよく見てみると、稀に不思議な矢印が書かれていた。宝のありかを指し示しているんだろうか。行ってみるか。テッド。発狂してるから、これで発狂直してこい。外行ったら気晴らしにもなるだろう。治らず。疲労。
脱水症状。あー、水2個ゲットしてきました。本当に宝はあったんだね。空腹、まあもう食料は全確実に足りますね、これ。はい。え、昨夜テッドの血の惨劇のような悲鳴で全員が目を覚ました。怯えて叫んでいた。触手の生えた放射性ミュータントが顔に乗っかったとか。これあれだよな、発狂してんだよね、精神病になってんだよな。あー、背筋ピーンの背筋ピーンの病気。テッドとメリー・ジェーンは謝罪にを拒み、被害妄想モードに突入した。テッドはメリー・ジェーンに恨まれていると考え、メリー・ジェーンはテッドの顔の方から足に当たってきたのだと言い張る。今夜二人の片目を開けて眠ることになりそうだ。まずいよこれ、家族仲も。ただあと4日だよ、あと4日だから頑張って。水もあげます、いっぱいあるので。外行きません。よし、我々にはラジオがある。これが俺をうまく使えば電波を受信できるかもしれない。これで発狂治ることもある。治らん、頑張って、もうちょっとだから。お、パーソナリティが比較的陽気に語っているラジオ番組で放送している彼女は、我々の街を旅している途中で自分の荷物をなくしてしまったようだ。彼女はこの通りもきっと通ったに違いない。我々は誰かを見つける前に荷物を見つけに向かった。すげえな、よく見つけれたね。いいよこれ、すごくいい感じですよね。あと3日。シェルター生活は人間関係をギクシャクさせるものだ。プライバシーなどという概念が存在しない今、わだかまりを解こうとしても、込み入った話には漏れなくやじ馬がついてくる。ドロレスとテッドが静かに話したいようだ。近くの公園でピクニックでもどう。あ、行ってみよう、やってみよう。なに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 、大丈夫、何も治らなかった。発狂治ると思ったけど、なんかめっちゃ水あんな。荒廃した週末世界の公園にお出かけし、トマトスープの缶を分け合いながら、笑みやら愛のささやきやらを交わすなんていうものではない。少なくともテッドの記憶ではそうなっている。ドロレスはノーコメントだが、今日は二人とも機嫌が良い。だから何かあったにせよ、元気が出たことに違いない。ちょっと二人なんかね、おっぱじめたんじゃないの、この公園で。それなのに発狂は治んないの。パパ、発狂治したまえよ、もうちょっとだよ、あと2日だよ、頑張って。些細なことでも楽しめることは人生のどんな時でも大切だ。シェルター内で種を見つけたメリー・ジェンは大はしゃぎだった。彼女は水と土、少しの運があれば食べ物を取れると考えている。まあ水のボトルで菜園始めてもよしです。やべえことになることもあるけどな、これですね、これ。小さな植物さん、元気に育ってって。これめちゃくちゃ化け物になるからね、これ。いいね、いいね、いいね。まあ水をマイナス1と。もうちょっと頑張れ。ん？何の音だ？馬が走っているのか？ドアまで駆け寄ると二人の男性に挨拶されたと。中世からやってきたようないでたちだ。そしてあの音の正体が分かった。一人で二つ石を持って、それを打ち鳴らし、もう一人一方はスキップをして馬に乗っているふりをしていたの。このパカラ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 みたいなやつね。地図で確認したいらしいんだよ。地図見せてあげましょう。お、50日来たのか、クリアだ。おー、やったー。いや遅いけどもらいました、救急箱も。彼らに敵意はなさそうだったので地図を見せることにした。彼らは我々に感謝してお礼にアイテムをくれた。我々も声高らかに礼を述べ、彼らの冒険の成功を願った。助かった、救助が来た。達成できないなと考えたことはない。こんなの朝飯前だ。少し休めるところに連れて行ってくれるといいのだが。子供たちを除いて、この試練ではもうクタクタだ。子供たちを除いてってなんだこれ。この試練でもうクタクタだ。なんというわんぱくさなんだ。あー、まあ頑張った。子供たちのイベントやたら多かったもんな。騎士は語る。いやー、家族全員生存できたよ。
おお、チャレンジクリア、アンロックされました。これなんなんこれ？水鉄砲と斧？これなんかどっかでなんかできんのかね。ゲットしたアイテムをなんか、まあ、着せ替えとかまあ、前の時はできたけど、ピザ乗ってんな。クレジットじゃないな。ここでも、サバイバルチャレンジを一つクリアしようってやつとか、結構ゲットできたのかな？新規ゲームで、チャレンジで、サバイバルで、おぉ！なんかついてる、嬉しい。これなんだろうな、おもちゃスキン。なんか、その、アイテムの見た目が変わるとかが、もしかしてあるんですかね、これ。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。なんとかね、全員生存と、この子供、暴力、非暴力、かっこはてなと、子供を全力で守るという、ミッションクリアすることができました。もう一回ね、この、俺、女と犬にちょっとチャレンジしてみたいなっていう思いがありますね。ただね、母一人で発狂して、もういなくなったら終わりなんで、運の要素が、かなり高いんだけどね。さ、次ちょっとどうなるかわかりませんが、ぜひ、次もクリアできるように頑張りたいです。ご視聴ありがとうございました。